はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、今回こちら。はい、ギョッコなんですけど、まあ、ギョッコね、これ、現在、ベリーヘルモードなんですよ。で、ベリーヘルモードといえば、そうでございます。あの、第二形態のギョッコですね。あれが最強なんですよ。でも、そのギョッコ、その第二形態と、前、その鬼殺隊で戦わせたんですけど、なんと、炭治郎一人、まあ、炭治郎以外の、キャラクターには、まあ、結構頑張ってはいたんだけど、まあ、炭治郎にやられてしまったと、まさかのね。で、しかも、まあ、7人抜きはしたんだけど、その、まあ、玄野とかさ、まあ、玄野いなかったか。まあ、善逸猪之助とか、その、柱じゃないキャラクターも含めてだから、そうなってくると、多分、玉子、第二形態の玉子だけで、ちょっとなかなか厳しいと、鬼殺隊に勝つには。で、今回、この負けた炭治郎ですね。炭治郎。そして、甘露寺さん。無一郎くん、そして玄野です。はい、この4体、まあ、あの刀鍛冶組ですね。この4体に対してこの玉子で挑むわけですよ。でも皆さん知っての通り、その炭治郎がそのだけでまず負けてしまう。で、本気を出すとしたらこうなんですよ。玄野で動きを止めて炭治郎でバリバリ削っていくと、もう絶対勝てるわけないですよね。玉子がいくら第二形態最強といえど。なので今回、最終形態、第3形態にしとくか第3形態の、玉子になってもらって、刀鍛冶の鬼殺隊と戦ってもらいます。はい。で、どうするのかっていうことなんですけど、こちらです。はい。もうなんとなく分かってもらえたと思うんですけど、まず、こちらの玉子。こちらの玉子ですね、まあ、治癒のスプラッシュポーションにしようか。まず、これ、第2形態にします。で、第二形態にして、まあ、治療のスプラッシュポーション、それによって、まあ、まず体力をマックスにすると。これが、まあ、この前やった状態ですね。この状態から、はい、まあ、もう、わかるでしょう。このように、これ持ってるんですけど、はい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 。そして、はい、こちらでございます。まあ、見た目は変わらないんですけど、まあ、圧倒的防御力。最大の防御力ですね。無惨様の口、ダメージ軽減4、防具プラス8。そして、触手。防具プラス12のダメージ軽減4、そして無一郎くんの袴防具プラス10ダメージ軽減4、そして、防具プラス4ダメージ軽減4、そして、まあ、通常攻撃もあるのかなということで、わかんない、もしかしたら通常攻撃じゃないのかもしれないんですけど、あのピョンピョン飛ぶやつがね。まあ、でも一応なんか玉子の壺、これ持ってるじゃないですか。これ持ってるってことは多分、通常攻撃も依存してるんじゃないかなと。あの呼吸でポン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 って飛んでる時、あれ通常攻撃なんじゃないかなということで、ダメージ増加よ、5の攻撃力、まあ21、まあダメージ増加5ついてるんで、攻撃力21の、黒脂肪の刀。これを持たしたこの最強の玉子に、挑んでみたいなと思います。さあ、果たしてどうなるのか。いやーでもねー、どう、まあ最初の甘露寺さんでわかるかな、この玉子の強さ。あのもちろん、事前にやっておりません。これつけるだけでだいぶ違うよね、当たり前だけど。いや、どうなんだろう、いきます。さあ、甘露寺さんで何体どれぐらいダメージを与えることができるのか、それが結構問題になってくると思うんだけど、甘露寺さんなんか背高くない？あれ、なんか気のせいか、なんかすごい、なんか甘露寺さんが今一瞬背がすごい高くなった気がするんだが。さあ、この第2形態、あー待って、これ待って、これあ、これあれですよ、あの通常攻撃で、あの黒脂肪のあの月のあの呼吸のエフェクトがかかってるだけなので、あのこれはお気になさらず。はい、あの通常攻撃あったらこれが出るだけなんでね。はい、え、終わった、まだだよ、さすが、やばい、え、待って、どんだけ、嘘だろ、甘露寺さん相手でも全く、やばい、これ回復してちゃう、いきます、無一郎。さあ、無一郎くんは、玉子に対して非常に強いです。だからこれはどうでしょう、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いやー待って、無一郎くんも瞬殺、嘘だ嘘だ、え、はぁ、やばいやばいやばい、おーまずいね、おー、なんとか一応100まで、100になんとかダメージ当てて、かっこいいな、玉子。もうこれぴょんぴょんするんでやめましたね、玉子。これ第二形態は移動系だったけど、第三形態はなんだろ う、 もう攻撃と防御を兼ね揃えたみたいな感じですな。はい、では次、さあ行きましょう、拳銃でバン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 、あ、撃った、オッケー、撃ったんで、これ待って、鬼脳になる可能性がある、鬼脳の可能性があるから、さあどうだ、どう、あれ、まだだよね、オッケー、やられた瞬間にすぐに炭治郎を出す、鬼脳チェックだけしていい、ごめん、待ってね、ごめんね、危ない危ない、されてないか、オッケー、さあどうだ、これでやられた瞬間炭治郎です。さあ今のところ体力が
まだ196、むしろ回復してる。ゲンヤ、早く、早くやられないと、回復しちゃいます。ゲンヤ君、早くやられて回復しちゃう。回復どんどん回復してっちゃう。うん、はい、再現、炭治郎。さあ、炭治郎がここでどんだけダメージを与えることができるのか、これ。ギョッコに対して。さあ、なんとかどんどん殴っている。第三形態のギョッコに対して、果たして、どうだ？もう完全に防御と攻撃を兼ね揃えた。もう移動をやめたね、ギョッコ。移動する。あ、おお、移動、うん、戦い方を変えた。いや、戦い方は変えない。変えない。この攻撃、このギョッコ。体力98。さあ、どうだ？炭治郎がどんな感じだわかんない。これどうだ？炭治郎がまだより、あ、より近し始めた。さあ、ここでより近し始めたが関係ない。より1。40、残り体力33。さあ、炭治郎残り体力29。どうだ？果たして116、止まった。いや、止まらないで！さあ、いけ！まさか。終わったー。 あ、残り体力13です。めっちゃいい勝負だったっていうか、だいぶやっぱり当たり前だけど強くなるけど、それでもすごいね、やっぱり炭治郎。甘露寺さんとか無一郎くんが頑張って20とか、そんぐらいしか与えてなかったのに対して、炭治郎は100、約200だよね。200をほぼ削り切った。いや、これはやっぱりあれだわ。ね、見なかったことにしてくれたあの事件。まあ、あのって言っても多分昨日だと思うんだけど、昨日のあの事件、全体勝てるはずがなかった炭治郎に。それが分かったわ。どんだけ頑張っても勝つことができなかったんだね。え、じゃあさ、あ、でももう今あれ変えちゃったか。姫島さんだったら、やりたいのがタイマン。はい。この前さ、途中で、まあ、なんだろう、炭治郎には負けちゃったけど、負けたというかね、で、やられたんだけど、その炭治郎後に、7人抜きかなんかで終わったんですよ。だから、姫島さんと戦ってないんですよね、玉子は。だから、この玉子、第二形態ですね。ベリーヘルモードのこの強い第二形態玉子 VS、ちょっと姫島さんもちょっとこれやりたかったのでやってみたいと思います。さあ、これどうだ？どうでしょう？これ。いや、でもこれどうなんだろうね、まあ、第三形態あれ、国志望の技がいかんかったのかな、もしかしたら。こんな感じでもっとポン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 移動してれば、もしかしたら、いや、でもどうなんだ、いやー、どうなんだろうな、あれ。壺の効果でもしかしたらこんなぴょんぴょん飛べてた？どうなんだろう、関係ないのかな。でもなんか、月の呼吸とか関係ありそうだよね。さすがに、防具で、そんなスピードが変わるはずないから、こんなね、移動スピードが遅くなるみたいな、防具が重いみたいなことないと思うので、多分、国志望の、血気術、エフェクトが出るから、あ、でもそれか、壺を持ってないとこんな感じでぴょんぴょんしてくれない可能性はある。一応、玉子ってさ、玉子の壺あるじゃないですか、血気術。それってちゃんと、この玉子の壺から血気術を打ってこのぴょんぴょんするわけだから、それがないといかんかったのかもしれんね。だから、どうなんだろう。いやでもそれでも、多分、炭治郎には絶対勝ててないと思うからな。あれ、完敗だったからね。だから国志望の攻撃力で良かったと思うんだが、さあ、これ全然あれですね。ちょっと玉子さんが見えませんね。はい。ちょっと姫島さんの体力も全然ちょっと見えないので、はい、こう。あ、170と130。170VS130 ということは、あれこれまさか？若干これ姫島さん勝ってません？まあでも俺、姫島さんあれだから、ベリーヘルモードで、ずっとこれ見て、皆さん、これ見て見て、ずーっと呼吸ぐる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 でしょ、これ。もう、永遠にこれ、呼吸打ち続けてるので、圧倒的防御力、プラス、圧倒的火力を持つことができるということで、これどうでしょう。姫島さん120、そして、待って、今、玉子。なんだった、玉子。いや、玉子、95！ あれ？追いついてきた！追い上げてきましたぞ、これ。ちょっと待ちますか。じゃあちょっとこれ、決するまで待ちましょう。あ、いや、待って、これ、待たなくてもいいかもしれない。姫島さんが105、体力半分削れている。そして玉子が、残り体力、なんか今一瞬ね、さっきね、50なんて見えたから、今多分もうそろそろ、あー、終わりましたね。やはり。そうか、いくら頑張って、まあ、いや、でも、ドーマに対してさ、すごい玉子頑張ってたじゃん。なんかこれちょっと意外というか、ドーマに対して強いのかな。だってまだこれ格闘になってないんだよ。格闘っていうかね、あざがついたら、それは鬼に対して強いのはわかるんだけど、まだあざついてない状態でも、全然玉子に勝てるんだね。はい。まあ、というわけで、今回は、まあ、第3形態でしょ。第3、まだ最終形態まだだとして、実はね、今、ちょっとね、オルカ様にね、制作もしてもらってるので、まだだとして、第3形態の玉子。
VS、鬼殺隊各刀鍛冶編ということでそっちでやってみましたが、結果としては炭治郎が強かった。いやでもすごいいい勝負だった。もう本当にあとちょっとだったよね。炭治郎じゃない、玉子が勝ったと。はい、ごめんなさい。でもやっぱり炭治郎すごいですね。まあさすが強いといったところ。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。ちょ近々またね、マイクラ生放送ちゃんとやりますね。はい、ぜひ見てくださいませ。ちょっと今週っていうかね、土日がリアルイベントだったんですよ。なのでまあちょっと生放送できなかったんですけど、はい、リアイベの余韻を残しながらちょっと次生放送行きたいなと思います。じゃあお疲れ様です。バイバーイ。